ジャニー・ジャニー。スノーマンの出演予定を毎週木曜と日曜の週2回投稿しています。今回は11月13日月曜日から11月16日木曜日までの予定をお伝えします。まずはテレビ「アイアム冒険少年」。出演するのは目黒くんと向井くんで、11月13日月曜日19時から21時に TBS にて放送。レギュラーとしてスタジオ出演。今回も2人にフィーチャーした企画はありません。千原ジュニアなど芸人の脱出島対決が放送されます。今年中には2人のロケ企画やりそうですよね。続いてテレビ黄金のワンスプーン。出演するのは宮舘くんで、11月13日月曜日23時56分から24時26分に TBS にて放送。 MC としてロケ出演。全10回の5回目。今回は神奈川県湘南を旅しながら秋しらすグルメを味わう。ロケゲストはアルコ&ピースの平子さん。スノタンからは、平子さん雰囲気が似た2人やからカメラの取り合いとかあったらいいな。ラビットコンビだ。この流れゲスト山添さんあるぞ、といった声が上がっています。続いてテレビラビット。出演するのは佐久間くんと宮舘くんで、11月14日火曜日8時から9時55分に TBS にて放送。今回は佐久間くんがスタジオ生出演のはず。先週に引き続き佐久間くんと宮舘くんがロケに行ったタメスのIn蔵王後編も放送されます。蔵王の紅葉、グルメ、温泉を試し尽くす。スノタンの間では、温泉のワードだけでドキドキ。卓球あり温泉ありで楽しみで仕方ない。温泉なんて本当にラビット様ありがとうございます。佐久間タン、伊達タン、星座待機と2人の上ラ姿を楽しみにしているファンが多いです。補足情報ですが、タメスのIn蔵王の撮影日に佐久間くんと宮舘くんが仙台駅付近の牛タン屋で目撃されています。2人とも私服姿だったため、タメスの撮影後にプライベートで牛タンを食べたようです。この後牛タンを食べに行ったのかなんて考えながら見るのもいいかもしれません。続いてテレビ今夜は謎トレ。出演するのは阿部くんで、11月14日火曜日19時から20時にフジテレビにて放送。レギュラーとしてスタジオ出演。今回は芸術の秋に知っておきたい美の雑学スペシャル。モナリザや宝石に関する問題が出題されます。阿部くんが秋にルーブル美術館に行ったとブログで報告していたので、現地でモナリザを見た感想も聞けそうですね。続いてテレビノンストップ。出演するのは深澤くんで、11月16日木曜日9時50分から11時25分にフジテレビにて放送。木曜隔週レギュラーとしてスタジオ生出演。前回もメニューの値段を当てるコーナー、いただきハウマッチで深澤くんは当たりませんでした。スノタンからは、ふっかいつも予想が高すぎなんだよ。ふっか豚肉はもっと安いよ。と深澤くんの金銭感覚にツッコミが入っています。続いてテレビ、それスノダイジェスト。出演するのはスノーマンで、11月16日木曜日24時44分から25時13分に TBS にて放送。30分の枠です。まだ放送内容が発表されていません。おそらく過去放送回の再編集と次回2時間スペシャルの先取り映像だと思います。続いて配信、YouTube 動画公開。出演メンバーは未発表で、11月15日水曜日17時にスノーマン公式チャンネルにて配信。前回はライブ DVD の宣伝でタペストリードームツアーバージョンが投稿されました。過去の傾向を踏まえると、次回11月15日水曜日はライブ映像ではなくドライブなど普通の企画動画が投稿されそうです。メンバーからの報告や目撃情報から撮影済みの動画が3つ判明しています。1つ目は渡辺くんと深澤くんのサウナロケ。2つ目は岩本くん、深澤くん、阿部くん、渡辺チームの撮影。3つ目は目黒くん、ラウールくん、宮舘くん、佐久間くんチームの撮影。このいずれかが投稿される可能性が高そうです。続いてこちらも配信。YouTube 亀梨和也チャンネルで目黒くんがゲスト出演する動画の第4弾が近日公開されます。公開日は未発表ですが、これまでの傾向から11月15日水曜日18時に公開されると予想しています。公開されたら当チャンネルのコミュニティ投稿と X でお知らせします。続いてラジオスノーマンのスノマンマ。
今回の担当メンバーは岩本くんと向井くんで、11月16日木曜日21時から21時30分に文化放送にてオンエア。このコンビでの放送は2023年8月以来3ヶ月ぶり。スノタンからは、この秋の舞台組のお話楽しみ。ハロルドと少年たちの裏話や苦労したことを聞きたいな。毎回次週のコンビ見るたびに、おーってなる。スノーマンってほんとどのコンビも最高だよね。といった声が上がっています。続きまして収録情報です。11月15日水曜日の夕刻、東京都内にてスノーマンが出演する特別番組の収録が行われます。スノタンの間で予想されている特別番組の内容をいくつか見てみます。テレ東音楽祭、 FNS とかベストアーティストとか音楽番組の事前収録。水曜はソレスの収録日だからソレスの特番、この時期だから年末年始特番という予想がありました。11月15日水曜日の夜には参加者から情報が漏れ出てきそうですね。出演情報は以上です。それではスノーマン川柳のコーナーです。スノーマンの最近のニュースというお題で常時コメント欄にて募集してます。まずはきなこちゃんからの投稿。生配信1日早いお年玉。大晦日に YouTube 生配信決定の嬉しいニュースが飛び込んできたね。紅白はいいよ、生配信とカウコン配信見て新しい年をスノーマンとスノタンと迎えたいね、という投稿でした。続いてうのちゃんからの投稿。わかってる、プーマにフェンディ、スの魅力。嬉しいです、新しい CM、 スノーマンもそれぞれ世界に出始めて明るい未来ですね、という投稿でした。続いてシュガーマムさんからの投稿。スノタンの購買力がすごすぎる。プーマはあっという間に完売してしまった。でかいサイズ以外、本当に人気がすごいね。ライブの円盤もきっともうハーフミリオンなのではないか、という投稿でした。そうですよね。ドームライブ円盤も予約だけで50万枚もいってるでしょうね。年末に発表される初日売上枚数が楽しみですね。続いてうのちゃんからの目黒くんについての投稿。ポチッとな日刊スポーツ映画賞、という投稿でした。他の視聴者 MF ちゃんからも、1日1回ファンの投票で決まる日刊スポーツ映画大賞、ファン大賞中間発表で1位岸くん、2位目黒蓮、ワタコンは3位、押され気味挽回したい、というコメントがありました。1デバイス1日1回投票できます、12月1日まで。続いてまゆちゃんからの目黒くんと宮舘くんについての投稿。新時代パスタは今時ファルファッレ。亀梨くんとめめもおしゃれなやつ言っとく、ファルファッレってお買い上げしてたけど、舘様も黄金のワンスプーンでファルファッレでおしゃれなカブ料理作ってましたもんね、可愛いリボン型、という投稿でした。スノタンがこぞって買ってそうですね。続いてカズネちゃんからの宮舘くんについての投稿。おそろがね、欲しいんだけど高すぎる。愛する舘様と同じおそろが欲しいと前から思っているのですが、舘様の私物高すぎて無理だ。舘様もっと安いの買ってください。無理やろう、という投稿でした。宮舘くんもですけど、深澤くんのファンもおそろは難しそうですよね。二人とも、ジャケット100万、パンツ20万、靴20万、バッグ50万が日常ですもんね。コメント欄での投稿ありがとうございます。今回もスノーマン川柳を募集します。投稿いただいた川柳は木曜と日曜に投稿しているスノーマン出演情報の動画で紹介します。どの動画のコメント欄に投稿いただいても大丈夫です。スノーマンの出演予定に追加があった場合、毎日更新している YouTube のコミュニティ投稿や X に反映してます。それではご視聴ありがとうございました。ジャニー、ジャニー、ラブだよー。